する人が いますか？ 愛する人はまだそばにいますか？たわごとオープン、ディディと一緒、早速始めていきたいと思います。このすべてが本当は一体の世界で、自我となってしまった人類社会へ生み落とされた私たちの悲しみはどのように癒されるのでしょうというご質問ですね。これはね、この世界が本当は一体な素粒子の世界なんですけども、分子となった分かたれて見える社会、それを信じた人類の喧嘩や競争や戦いの世界に産み落とされてしまった私たちの悲しみはどのように癒されるのでしょうっていうね。で、これに対してマーサンサーが一体への気づきを世界へ広げてくださいってこう言ってるんですね。で、ちょっと一つ夢で見た物語をね、こう書きました。ある時、日本の司令官のもとに緊急報告が入りました。部下の方は、大変です、隣国が攻めてきました。司令官は、慌ててはいけない、愛しき隣国への攻撃など決してできない、隣国へすぐ連絡を。はあ、なんと、愛する隣国の友よ、我々はあなたに傷つけられてもあなたを傷つけることはないと、そう伝えてくれ。母っていうね、物語。一体の世界ではね、攻撃されたから攻撃するんではなくて、傷つけられても傷つけない、愛し続けるっていうね、信頼し続けるっていうね、友として、家族として愛し続けるっていうね、そういう一体の世界の法則がありますね。まあ、この今かけてる楽曲も隣国のアーティストに送った曲ですね。もう戦いは十分です。もうやめましょう。もうね、愛し愛される世界をみんなで作る、それが大切です。たわごと質問2、クエスチョン。すべてが一つなる愛の世界、素粒子の愛の世界に生まれ、永遠なる
永遠なる美しき世界に、神秘なる世界に生まれ、その安らぎと癒しの気づきを失ったら、国も民も社会も滅びてしまうような気がしますが、どう思われますか？とおっしゃる通りですね。自と他の分かたれが本当にあると信じるなら、分子の世界だけだと本当に信じるなら、人々はその戦いや勝ち負けの日々の、ストレスで汚れへ闇へ落ちてしまうのは必然ですね。一体を取り戻して、愛を取り戻して、未知や神秘、永遠を取り戻せば、人々は癒しへ、癒しろへと入っていきますね。どうしても分子の世界、自と他とか分かたれて見える、そのような五感も含めてそう感じるようになっているから、どうしてもね、それだけを見ますとね、分かたれの悲しみ、苦しみ、喧嘩や競争ね、それで傷つきます。しかし素粒子レベルの一体の世界を見るとね、そこからの視座でね、世界を見ると素晴らしい楽園がそこにはあります。たわごと質問3クエスチョン。本来一体の私たち、本来一体である愛の私たちがね、万物すべてが一体である、一体の愛の私たちが分離したと思ってしまっている世界で生きる苦しみに気づけなくなって、そんなの当たり前なんだ、分離が当たり前だ、真実なんだというような世界で生きる一体の子たちの苦しみに気づけなくなって、その分かたれの争いや戦い、勝ち負け、競争や、それが平気になってしまったら、でそういう競争や勝ち負けのものばっかり見てね、平気で何も感じないってなったら、とてつもない深い闇に落ちてしまうと感じますが、どう思われますかっていうね、ご質問です。おっしゃる通りですね。一体の愛の子供たちが分かたれの悲しみを深く感じたなら、分かたれをの世界で生きる悲しみ、辛さ、バカタレの世界でもうコリゴリなんだ、もう苦しいんだ、だって一体の子供、愛の子供、神の子がだよ、バカタレの喧嘩の競争の中で生きるなら、傷ついて怪我をして、または打たれてね、一体の子供たちが分かたれた世界で生きる悲しみや、その苦しみの深さを感じたなら、世界はきっと愛しき美しき場所となるでしょう。でそれに気づかなかったらね、平気になったらなればなるほど異常となってしまう、そんな気がします。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はマース&見えるかな、で K
毛がちょっと見える。リリーでした。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。海となっても土と回っても卵とインナーリリと一緒ということでね、今日はちょっと物語をつけたもんだからね、ちょっと衝撃的だったかもしれません。まあ人がやっつけてきた、攻めてきた、うわやられちゃうってなった時にね、慌ててはいけない。愛しき隣国への隣人への攻撃など決してできない。隣人へ隣国へすぐ連絡を。はい、なんと愛する友よ、我々はあなたに傷つけられてもあなたを傷つけることなどできない。愛しき友よ、愛しき妹よ、愛しき父や母よ、愛しき友よ、あなたを傷つけることはできない。あなたを愛している、これが一体性の世界ですね。そこに戻って生きるなら、そこにいられなくなった自分に悲しむならね、今日のご質問はそういうことですね。そこに戻っていたら、国も社会も民も家族もみんなね、一体の世界で生きるわけですよ。そしたらね、みんな幸せです、みんな楽園です。もし分かたえたと信じて攻撃し合って競争し合って勝ち負けし合うような社会で生きるのは誰にとっても苦しみです。誰にとってもつらい。それがね、だんだん分かんなくなってくる。その世界にいたらね、だんだんね感じなくなっていく。これが怖いですね。あなたは神の子、あなたは愛の賜物、絶対それが平気ではない、絶対それがへっちゃらじゃない、絶対それが大丈夫じゃない、絶対それが平気だよじゃない、平気なことはない。あなたは神の子、愛の子、一体の子。それは辛すぎる、苦しすぎる。あなたはそれが平気じゃない。それに気づいて帰るなら、あなたは楽園に帰ります。それじゃあまたお会いしましょう。お相手はたわごとばっかりのたまマース&リリーでした。リリー。じゃあまた、さよなら、さよなら。美しい空のように、美しい空のように、美しいところ、本当の自分に帰りたい、ね、みんなそうしたいだろう、うん、まあ僕もいつまで生きるか分かんないけど、全力で人類のサポートします。いつでもあなたと共に生きてる
letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now, on air. Digital distribution start.